チッス、誰も知らない凡人イカレタコスケです。この赤とは金に染まりしパラスアテネだよ。世の中を滅していこうと思うカスタムマッチでございます。音量が若干ちっちゃいような気もしますが、そこのところ気にせずに。さあ久しぶりだな、パラスアテネは久しぶりな気もするぞ。ジークジオンというわけで、まずはみんなと一緒に正面突破をすると見せかけ、そう、ここでまず騙すのは味方から。そうだ、あのパラスアテネは一緒に前線を組んでくれると思わせておいてからのこの洞窟探検隊よ。私は狭いところが大好きでの、気をつけろ、背中のミサイルは壁にぶつかると爆発しちめぞ。全部核ミサイルだからな。そして味方は正面で6人戦ってる気合を入れた状態で、私は横から行っていく、横から行くよ。サークルサークルサークルだ、バレている。なんで袋へ前段6発の核を食らって生きていると、さすがファッツといったとこでしょうか。いや、あの真っ黒い機体ファッツだろうか。果たしてあれはファッツなのか、ファッツかどうかはわからないが、とりあえずさようなり。ほいさ、どうも誰も知らない凡人イカレタコスケくん再登場といったところ、まあ、ああやって横から殴ることによってね、完全に敵の機影を削いだといったところでしょうか。見てくれ、この圧倒的魔王ポジションをよ。こっから始まる、私がこの世界を全て絶滅するこのミサイル、これ私はモビルスーツではない、長距離艦砲法といったの。長距離艦砲法って何ですかね。とりあえずビーム、もう私はもうホワイトベース、そうです、私はホワイトベースだ。完璧でちゅー、おいちでちゅー。自分で戦況をしっかりと変えておいて、その裏を再出撃でね。お前なんだ、お前はちょっとこっちに突撃してくる。おウェイブライダーもどきがいましたけど、ウェイブライダーもどきはそのまま地面の底で焼けつける。もうこのコックピットを撃っていく、コックピットを貫いていく。中のパイロットは無事か、中のパイロットは無事かどうかは分かりませんが、さあここからよ、この巨体を生かした圧倒的破壊。さて、あっと、こんにちは、どうです、お尻を狙われる気分はどうですか、修理してあげようと言うんですよ。さておくとして、支援要請は終わったようだな。私が怖くて逃げたわけではないようだ。とりあえず万が一この激しい戦闘で壊れている可能性がある、しっかりとこれを修理して、そして私の魔王機体がここへとやってくる。果たしてこの戦場のど真ん中に私を出撃させた理由があるかどうかは分かりませんが、なんともうすでにミックスアップなので、残りが1600と3690と高コストであれば2機落ちれば終わってしまうという状況。しかしここでこのイカレタコスケニュータイプ力が発動していく。この鈍速機体で敵をバッタバッタと、おっと、敵にフィニッシュがついた。さあフィニッシュビームからのフィニッシュバルカン、フィニッシュキャノン、フィニッシュタックル。タックルは当たらぬまだ。さあお疲れ様でした。いいなあ、ゼクアイン、ゼクツバイかもしんないけどいいなあ。ミッションコンプリテッドだ。私の初動が勝利を招いたな。下船なるものよ、第2回戦キュベレレマーク2、最近手に入れた、やっと手に入れたモビルスーツで自由。このキュブレ、伝説の右のなんか3本出ているトゲを使うことができる、肩に切れ込みが入っていますが大丈夫です、設計ミスではございませんよ。というわけで、なんだあれだ、あの下船者が、いや違う、なんだっけ、あのハマーン様のセリフを言いたい、ハマーン様の なんだあれは、ハマーン様のあのクリーミーマミじゃなくて、なんだ、とりあえずこのファンネルを使っていくぞ。ん、このな、な、完全にド忘れしている、セリフが出てこない、なんだっけ、ブレーものではなく、あれだ、ブレー、な、死ぬがいい、あれ死ぬがいい、素晴らしい火力だとは思わんかね、素晴らしい火力だ。さあ、ガンダム、
貴様は、貴様はこのキメレという圧倒的機体の前に落ちていくがいい。そして食らうがいい。なんだっけ、あの下船じゃなくて、なんだっけ、しもじもじゃなくて、あの、あれだ。オレンジ色、オレンジと白もどきを、そのまま落ちていけ。さて、次なる樹洞は一体どこに、樹洞はどこにいるんだ。私はこの、すごい羽とか絶対先っちょの方が毎回欠けてそうな気がするが、でも大丈夫だ。圧倒的硬さによりビルにその傷をつけていくといったところ、ビルに自分の痕跡を残していく。身長と同じですね。その成長していく過程をビルに刻んでいく。この廃墟ビルにね、行くぞ。あれだ、無礼者が。そしてなんだ、全部出てこない。 EXS ガンダムEXS ガンダム、お互いに宇宙じゃないとちょっと動きにくいな。お互いにでかいからな、肩幅がな、歩いてるだけでその辺の人たちに肩ぶつかって因縁をつけられてしまう。そういったモビルスーツ同士仲良くやっていきたいところだが、だがしかし、ここで味方を危うく刺すと見せかけて、ちゃんと敵に当たった、まあ、当たりましたかね、わかりませんけども、さ、とどめを刺していこう。そう、今のはあれだ、あのなんだっけ、もう全部なんだっけだな、今のは脅しだ。次は当てる、まあアシストになってしまいましたが、さあ、この完璧、今100発100中のビーム砲、今のはニュータイプキャノンと言っても過言ではないのでは。そしてゆっくりと、私は強襲だからね、今です。死ぬがいい。そこで守られている、ぬくぬくと守られているやつを滅ぼしていく。これは攻め時だ。ハマン様の、思い出すから、今ちょっと思い出すから、なんだっけ、無礼者、下船者じゃなくて、なんだっけ、下々のものじゃなくて、なんだっけ、とりあえず味方を2人休ませていく。ずっと戦いっぱなしで疲れたでしょう。この針でね、休ませていきますよ。さあ、そしてタックルという握手をしてからの、さあ、くらえ、なぜ出ないな、あのあれだな、なんだ、優しい子だ、違うななんだっけ、もう全く今回の戦闘中にはそれが思い出せれば、はい、いかん。ミックスアップということで、あっという間に、だいたい高コストだと2回全滅したら終了、1回半ぐらい全滅したら終了ですからね。さっきまで優勢かと思っていたが、こちらがあと1機落ちたら死んでしまうという状況。ここでこのキュベレーマーク2やってくる。ブレモノとかなんだか、とりあえず死ぬがいい。とりあえずタックルをしていくという握手に出ていく。さあ、だがしかし、そこで私は体力が満タンで、この肩のバリアによって、この高ガンダリウム合金で作られている肩のバリアによって圧倒的防御と、見てくれ、まだ体力は半分も残っている。出て5秒で残り体力が半分となっています。さあ、今まずいぞ、あいつあれだ、バズーカみたいなものを撃とうとして死ぬがいい。さあ、残り体力は81となる。あらまー、ジークジオンです。てなわけでね、まあ、サクッとね、カスタムマッチをねやって、なんでってね、アッグがあとね10戦ぐらいなんですよ。お疲れ様でした。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない、まあ